購入ゲットしててください今ちょっとクルクルなっとなたごめんねチェキゲットしてください本当とにサンコスプレしますよ <laughs> 普通にさわかんないわかんないけどさうち普通に衣装着たいんだけど衣装のチェキえ自分でね自分が欲しい自分が自分の衣装のチェキを欲しい <laughs> 衣装が欲しいんだけど私服とかも嬉しいよ衣装の方が可愛くないアイドルって感じするくない私服もいいけどね 衣装着た普通におやじいさんありがとうで3枚買ってくれ3枚ゲットしてくれた人には何かプレゼントしちゃおうかな3枚なんかありますありますよそりゃああもうあな見てないよプププチェキーもらえますよ <laughs> 欲しいですかパブチキ <laughs> じゃあなんかさチキゲットした人はさそう前もじゃあかうが前もって配信でさそのどういうチキがいいかっていうのをさその買ってくれた人に聞く回を作るからさどういうチキがいいかなんかチキ会始まる前にもう落書きとかしちゃってるからだからそのためにちょっと事情聴取するねみんなに配信のウーカなを見てて見てから TikTok 見ると差がすごいえどういうことウーカなどういうことかなうん タッカーありがとう。風やばいですね。最強ツインテールと思いきや、本日ストレート。最強ツインテールです。しかもさ、服装もさ、ツインテールっぽくない服装だよね、今日。今日ちょっと清掃ぶった服装してる。ちょっとあれ似合わないんだよね、この首が締まってるやつ。こんぐらいがギリ。ね、衣装いいよね。普通に持って帰る。普通にェキ取ったら自分で1個持って帰るよ。普通に。<laughs> 欲しいもん、衣装だったら。 池袋来る前に勝手に新衣装着たえ本ほんとにえでもあれさ絶対東京にしかないでしょ広島置いてないでしょあの衣装衣装勝手に来たら怒られそうもう本当に怖いから自分のじゃないから本当にうわ来たかったなと思う今回チェキはえなんでなででなんで,なんで,なんでもう知らないんだからそうチェキ毎回いっぱい書くえでもなんかいっぱい書いた方がいいのかそれともシンプルで可愛い方がいいのかみんなにちょっと聞いてからやる今回は ありがとう、リサ、ありがとう。落書きは可愛く、もえもえきゅうしちゃいます。ポケ感ある。なんか元気になってる。え、元気じゃないよ、全然、普通に。美人マネージャーさん、怖いのえ、私、男の人だよ、マネージャーさん。あ、間違えた、言っちゃってない、言っちゃってない、言っちゃってない、間違えた。普通に。どういうことアピダピさんがリサ、ありがとう。宿題チキ。 ダースさんありがとうシール貼ってる子もいてすごいね派手な方がすげえって言われるのそうしようなんか一回派手にしてしまったこれでもなんか前々回のチキの時に言われたんだけどこうやって一回最初にもうこうやってたくさん時間かけていいなんかすなんかデコってしまったらあとから大変になるよブ,ブブブブって言われたからブ,ブブブブとは言われてないよ そうって言われただけあと、ね、から大変になるよ自分がって言われたから、まあ、自分はちょっとはそう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 でも買ってくれる人が高いからね時期だから大事に書きますよそう怒られちゃうから早くしてって専用コメントもちろんファミリーマートみたいな時期だったから今度はローソンみたいなの頼む え本当にローソンみたいなのもかせて本当にローソンは何年も見てきたから本当にもうローソンばっちり水色と白チェキがプレゼントにそれも嬉しい超えないとならなくそう一回本気のチェキ返したら次の実家で同じレベルのことはせんとなくなるそうそうそうそれ言われたのでも自分で自分のハードル上げてしまったんですよ最初から 結構怒られるの好きどういうことド M かドイツかの話怒られるの好きじゃないですよ別に私怒られたら泣きそうになっちゃう <laughs> 怒られたらさどんどんなんかレッスンとかでもさ注意されるたびにさなんか変なんかもうさなんかさテンションが下がってくはいはい <laughs> 残業チェキさんまえしいありがとう本当に楽しみにしててね 高いいからねみんな大切に書くよ私え痩せたい顔痩せたい普通になんか普通に今痩せモチベでかくて普通に痩せモチベなんですよいでかなう痩せモチベなんですよダイエットしたいモチベまあ実際してないんだけど今日はね でもダイエットしたいモチベで、ね、今日メイク薄モチベ間違えた何でもモチベつければいいと思ってメイク薄いんですよだからあんまり自撮りしたくなかった今日の顔でだからもしてない今日うんうわあててててて送料が無駄あだめだはおお 毎年したいなぁ半年に1回しかないから全部もほ出してほしいなと思ったり思ったり確かにでも私は普通にチェキ落書きの好きだよ好きだよあ待って、あぶなめなめネガティブにな,なりそうだった危なかった怒るより褒める方がいいですねそう褒められると嬉しいリサありがとうくん練り梅うわ食べた3枚嬉しいやったー 今くらい大好物地域登場で見えないかも了解ガロクしていてもらうね誰かに <laughs> 練り梅食べるのえ、練り梅食べてないよ何個打つこれ糖質オフ練り梅食べるの遺憾ボットじゃん安辺餅何安辺餅って <laughs> 緊張してるキュン朝してたね朝配信したんだ朝配信したよ。なんだー土さんはたりやと ありがとう声戻ってないよもうやばいよ声ほんとに終わってるよ戻ってるとかじゃないもう終わってるよあ <laughs> やばいよ見えてたなんか今人生た楽しいモチベもうマジ意味わかんない <laughs> 人生楽しいモチベだから痩せるモチベ頑張ろう もうでもさなんか忙しい忙しくて嬉しいけどさ12月の頭お願いします <laughs> お願いしとハートありがとうレトノカモミさんありがとう <laughs> 次回あえてシンプル今回申し込みありがとう待ってるねリサさんレトノカモミさんありがとう明日ニコニコで頑張るリさんありがとう 送信ボタンを押しななんたの人があることなんですよ <laughs> ボットかと思ったピカさんこんばんは練り梅おいしいよほんとにやすべありがとうクマ1 <laughs> 枚でもいいよ私さ、ま、な待ってよメイク配信からの急に終わり方えマジで焦った普通にあっという間に7時に入れようと思ってたのにもうもうほんとにやばいと思ってヤバババババだった TM さんやすべありがとうチェキ神チェキ嬉しい TM さんやすべありがとう マシンがどこ戻ってきたよリさんありがとうセーターさんも近くにそうああははハステラさんレオさありがとうリさんありがとうだけ買うの悪いからねどういうことかなうのを買いなさいハンスラは全部捨てたんですから世した風邪ひくのでうん <coughs>、うん、年内にズニにわかんないでも行きたいって思ってる狙ってる日があるんだけどでも話で言わないようにしとくけど そうでも1日はいけないからさすがになんか夜だけだけどでも夜だけでもクリスマスのディズニーでいいからね普通にそうって考えてるでも年内は行くつもり <laughs> もう本当にこれ結構ガチ1日休みでも行く1日2日休みあったら行こうかなと思ってる例えば前日が15時にレッスン終わって次の日休みとかだったら行って来ようかなって感じなんですけど。 休みが確定しないから分かんないいかからんんだよね楽しんでるかなっちゃうかうしいりさんやしみさんありがとう明日楽しみかなウ楽しみめっちゃ楽しみ今日のツイートのフレー写真ありがとうあれね一回出したことあったんだけどねまあいっかと思ってツインテールとかあげたローソンが出るのもまやね 私偉いんで今日たこ焼き食べたんですけど <laughs> お仕事終わってたこ焼き食べたんですけどたこ焼き食べたんですけどたこ焼きのマヨネーズ抜きにしてもらいました偉くないちょっと結構ね <laughs> 結構ねちょっとモチベあるダイエットモチベマヨネーズもともと好きじゃないし自分ピカさんクマありがとう駒正樹さんありがとう サラピーサンン、ね、日はでも大丈夫、がックしてるから。<laughs> 小正樹さんの、よしゆきさんありがとう。うん。発月ゲットしてね、お団子さん。ありがとう。吉川さん、小正樹さん、ありがとう。最近1ヶ月必要か月1時間届いて忘れてましたでしょうね。チャッキ、ーありがとう申し込んでくれて。嬉しい。 忘れていまして、坂田清水さん忘れてないよ忘れてないよ、また会いに来たよ会いたいよ、クリスマス行ってますやんえ、どういうこと,どういうことえクリスマスレッスン行かないよ、違うクリスマスの別にズってことねシュー、ありがとうクマ飴なめる、えそう飴さレッスン場に置いてきた最悪、レッスン場のさあのく、く靴箱にさ入れてきちゃった <laughs> なんか嫌じゃない靴箱と一緒にさ、袋の飴入ってたらなんかそのまま、なんか入りたくないなんか食べたくないよね、もう 週うちありがとううんお話し会の次の日がチェキ買い2日連続ってのも嬉しいそれな2日連続ちょっとさうわはは <laughs> うち8日さ大阪のお話が終わったらさ予定入れてたんだけどさもう予定入れ,入,れ入れてたけどさチェキ会入ったからさ ほんとにさ未定すぎてさ来月なのに勝手によって入れちゃいけないなと思った大みそかに簡単で帰してるん行かないかな大みそこは合く、さすがに元旦公演とかあるのかなツインにールクリスマス先生全部のバイト僕えー、でも大丈夫ほんとにうちもさそうだからきっとそうしてたから学生の頃 <laughs> 私もクリスマスこのカップルがなんかイチャイチャしてなんかクリスマスのなんか チキンとか買いに来てて私はそれを頑張ってこうやって優しく売ってましたこうやっていらっしゃいませーって <laughs> 明日で待ちしないでくださいニュースやったら何でも自分で決めれるもんそうヤコバ再開とかニュースしてたヤコバ再開どうなんだろうでも新幹線うんめっちゃこれは迷うね なんか2日間しか休みないと役場で行こうっていう気持ちじなんない2日しかなかったらうわ新幹線うってもう見ぬ見て見ぬふりして自分がこの3万6千円とかをがなんかその発見機に吸い込まれてるのをこうやって見ないで発見する <laughs> やだもんお金が吸い込まれてるとこ見るのだからこう目つぶってこうとお金入れるそうソース多めじゃないよ嬉しい大忘年会 そのまきくないもともと。夜も出たい。かなあちゃん久々にやる。ページで露骨に売り上げ順位分かるのしんどい。んそれな。いや別にそんなの別にいいし。売り上げればいい話じゃん。かなあが頑張ればいい話。だからそれは売り上げなかったってことは、もしそれでうちが下の方だったら、これはもう自分が普通に悪いので全然大丈夫。もう,もうなんか最近大丈夫。なんか。いつかかなあの魅力に気づいてくれる人がいればいいなって思ってるだけだから。 普通に「金のこと好きじゃない」とか本当に「終わってんね <laughs>」本当にあのセンスないですね金のこと好きな人はもうセンスある100点満点センス難破声もあるから3日連続やでみんなに会える嬉しい3日連続お仕事嬉しいうちは持っててありがとう 普段ズラって言,言わないわ <laughs> 言わないわ言いけないだろう。な <laughs> んとかズラって妖怪ウォッチじゃないんだよ私本当にコマさんじゃないよなんとかズラーチャム紙チきになったら申し込もうかな申し込んでチャム <laughs> 語尾にチャムつける <laughs> 申し込んでチャム嬉しいチャム チャムチャムチャム小僧。また予定表書き換えないとあそっか新しくなったのかサイン期待していいよこんばんはケンタッキー買えなかった人たちやっと買いに行くのはテンプレですね予約しなきゃいけないからね予約必須だからねケンタッキーのクリスマスのケンタッキー予約必須なんでなんかもし CP でなんか食べようかなとか思ってる人いたら予約しとくいいですよとかなんか CP に <laughs> 教えてあげる <laughs> 幸せになれ幸せになれ <laughs> 新幹線にかきは大事そう思う時間ない時は新幹線でいいでも新幹線でも遠いけどね新谷さんくまありがとう CP にわざと冷めたチキンを提供るそうだよでも CP はその冷めたチキンでも幸せなんですよそれをレンジでチンして「わああったかくなった!」でもはい幸せなんですよ意味わかんない <普>通に <laughs> そう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 ですよ冷めたチキン提供しませんよお幸せになってくださいと思いながら商品を提供する美味しそうな商品を偉いからうちバイトリーダーだからエステ t 様のし東京の仕事の梅雨とかあといいですよね,ね,えねえでも12月なさそうな気もするくれかならその心配ないうわっショーケースうちが出ててうわ裏までコメント書くん じゃあ3枚ゲットしてくれたら書くよそりゃかてくれるか持ってないよだって私ダメってままに落とすからせえー、ありがとう3枚ありがとうよしみさん嬉しすぎる吹っきれてない別に吹っきってるわけじゃないよ結構根に持ってるよ自分だってさお話し会か売なんか焦げくさいぞなんかお話し会完売とかしたいけどさうんでもこうじゃないとやっていけないから普通にこうやって生きてるなんか結構最近なんかもうなんかさ結構さなんか強くなったんだよね いつこれが崩るか知らないいけど <laughs> いつこのメンタルが崩れるか知らないけど今は別に平気よしみさんありがとうビスケさんありがとうそうセンスあるマジで東京で見た花だれかなわしてみるそうだよお子さんお疲れありがとうかなっちゃった嬉しい岡山でライブまで観光ない岡山でライブまで観光ないかなどういうことどういうことどういうこと ななんんんかかか行だけど分っった前回の時期かなだったかなちゃんって感じ嬉しいありがとう CP にそう必ず CP に優しいよ普通に幸せになりやがれちょっと待ってなんか爪がまた割れたなんかやっぱダメだなんかやっぱさ右のさ爪がどんどん割れてくこうまた割れたんだよ今日長くなかったのになんでいじめないで私の右耳を耳じゃなかった爪だったうん <laughs> 深夜のファミレスで泣いてる CP どういうこと別かれないのかななんで泣いてるの ?2 人,人で泣いてんの別かれ話じゃねそれうわー見たい見たい光景マコ、ま、さんくまありがとうケンタッキーヤバいらしいケンタッキーマジ混むよ本当にケンタッキーバイトマジヤバいうちやけどしたもん普通にみんなみんなが幸せになってる間に私はやけどしながらバイトをしてたんだよポテトあげた時になんか油がきてなんかやけどした痛かったなぁ 3期生のリーダーですかえリーダーじゃないよ私かんじゃくもありがとう顔決ましまった嬉しいだかダイエットしてんだもん3枚考え直して1枚にしまはやっぱうちおしあんま好きくないわなんか友達がハーフツイン好きって言ってくれて嬉しかっただからハーフツインまたするやっぱツインテールよりハーフツインの方が好きなのかなみんなでもかなわはツインテールだけど ハンスターありがとうバイトリーダーなんでかなちゃんみたいに,やに cp に優しくしてくださいそう cp に優しくして本当に幸せになってねって思いながら商品を渡すんだよそう強くなったどうせ来年には離れてんだろうなって思いながらクリスマスはメンタルを維持して <laughs> あ最低めっちゃ最低いやもしかしたら結婚もするかもしれないじゃんわかんないよもしかしたら結婚するかもしれないじゃん 結婚ってさ難しい話だよね普通にその人と一緒にいなきゃいけないって考えたらそれはそれでなんかちょっとさ嫌だとかやだとか分かんないけどさなんかちょっとさなんか一生一緒にいるって結構重くないすごいなって思う一生一生一緒にいるっていうのはさすごいさ重いことでさちょっと難しい話だなって思うよね普通に私わがままだからタンタありがとうくま。クマ デミカツ丼食べて時間うわお腹すいたうわさこうやって金具お腹すいたとか言うからこうやってこういうの出すんだそうここのねう痩せたいメンタル好調ですよそうあやんかなやはさん東京さんありがとう空気乾燥してるそろそろあえにしようかな近所の道で彼女が「クリスマスマーケット行ったら CP だらけ」った 激アツ <laughs> クリスマスマーケットめっちゃ行っていきたい横浜のクリスマスマーケットマジで行きたすぎるあそこ本当に行きたい一回行ったことあるんだよ一回だけ行ったことあったけど友達とね普通に友達とねこれ行ったんだけどマジ CP パックだったつらたん。ねでも東京のクリスマスメーカユーマーケット行きたい コンタクトのケースどこやったったけちょっともう取ろうかなと思ったけどあ東京じゃない横浜のところ行ったバイトリーダーですよ一面蝶でチキンじゃないのにんバイトしてたよハロウィンもハロウィンもじゃないクリスマスも頑張ってこうやって「いらっしゃいませ!」ってこうやってジューって上げてこうやって商品渡して「ドリンクは何にしますか?」ってバイトしてた。 ステラさんありがとうございました。花だれ楽しみ。髪よろしてるのもかわい嬉しいありがとう。竜星ありがとう。うん竜星うんうんなんかアイコン変わってる。かなの層が頑張る。いついてんのひなついてる。してるよしてるよほんとにしてるよほら。<laughs> してるじゃんマコさんありがとう。やばいのが痛くなっできた助けてください嫌なところ見えますかそう、昔昔 昔昔うどん屋で昔昔うどん屋でうどんが伸びるなら早く食べろよって言ってるしピーって笑った思い出うわっ素敵いいナイスいチちゃいャ。ちゃ5点愛の重さそう愛の重さですよ愛の重さトトトトトトじゃんじゃん

セさんああありがとュスありががととうう濃度やばいって本当に <laughs> うんうん,なんかかゆいになってきた痛いからそう写真撮らないようにしないどういうこと一生一緒に行けない結局男は肩出しとかよりポニティタイトめのニットタイトめニットのええー、<laughs> 冬にポニティとか寒すぎでしょ普通に髪下ろしたいんだけど下ろさせてくれホットワイン飲める ポートタワーえー、いいね。なかなかそれはありだね。ちょっと。迷うな。ホットワイン飲むい飲めな私。ココアしか飲めない。ホットココア。キャッチフレーズ。ああー生誕祭だもうちょっと、ね、待ってやばいでちょっと決まってる。結構決まってる。もうほぼ決まってる。でもこれからアレンジしたいと思ってたのに。アレンジしてないまだ。はるちゃんくまありがとう。 次のシ,シングルに CP 出てこないわ。はるちゃんくまありがとう。まかないついてたのついてな。<laughs> おたもどこその CP かめせ説じゃなくて本物じゃないついてるっかありがとう。隠しそう。何点満点うん、100点満点。アップ配信だよ。愛の重さにてごきさんにお料理がこかと。ほんと えへんむしえ、そしたら来れないじゃん<ス>そうそうあ,ありがとうでやるんだったえ、今日はやんないよ明日はやないよちなみにあの生誕祭でやるだけだよ普通に生誕祭がキりがいいかなと思って生誕祭でやるよ普通にもし花だれでやったとしたら東京でやったよだけどもうやんないからいでかな生誕祭にしたマルコの言い方でツインテイルりゃいいんでしょって言ってえ<ス>ツインテイルすりゃいいんでしょマルコじゃない私かなう さ,さん、ありがとう。ファンがざわつくキャッチフレーズ来たし、え、どういうことざ,ざわつくお見送りやばい。でも本当に喉やられてるから、うち本当にううってなってるかもう声でななかったらどうしよう。今、こまりないです。クリロナマーケット一人で行った方がいいですか行った方がいいそれ。マジで。おすすめ。<laughs> 全 CP の間通っていこう。CP 見たりしなくていいですか <laughs> 捕まるよ。いいよ。捕まるよ。いいんじゃない捕まる、捕まる覚悟でやったらいいんじゃない でさ,このさ、逮捕されたときにさ、この文章にさ、CP が羨ましかった <laughs> 本当ほんとにかわいそうすぎる、ほんとに。飛び出してきて、かちゃ話しかけられない。こそこそ話しかけて、なんか存在消したらいけるんじゃないギリ。生 <laughs> 徒さん、うそのコメ中で緊張しそうそう。生徒のリストあるのかな、うち。そうなんですよ。って感じで、ちょっともうそろそろ終わりにします。ほんとに、眠いので。 眠いのでじゃないです。明日が早いのです。私はおバカだから朝、ま、めっちゃ真ん朝から本当にレッスン上を取ってしまって終わったなので頑張ります。ボートレース、戻せきないわ。ありがとう初めて来てくれてありがとう !CP が羨ましかったからそうそうそう。CP でか、どういうこと ?CP ってことあなた。あなた CP ってこと生誕祭メッセージ。え、どういうことかなダの生誕メッセージどういうこと何それ。うん？で チェキ申し込んだよこの後絶対に絶対に申し込むんだよ本当に叶うのをチェキ申し込んだら多分本当に宝くじ1億円当たるわ <laughs> ってことはこのルームにリストみんながやったら100がだから100億円になるそしたらたくさんかうのお話会変えるね2列目の端っこよくる嬉しいありがとう薫る嬉しいだけ1枚申し込んだええ違うよだからえんなんかさ もう一回楽し申し込めないんだよ。もう一回申し込めないから、もう一回頼んで、二回目申し込むっていうのができないから、だよね、できないんだよね、なんか誰か行ってなかった、前回。だから、こう、もう1枚申し込んじゃった人は、もう3枚とかできないんだから、もう3枚、最初から3枚欲しいと思ったら、3枚頼んでいた方が良かったのに。<laughs> ライブさん、ありがとう。3枚がおすすめです。 だってさ、1枚だったらさどのチェキが当たるかわかんないんだよもしかしたらさあのさ好きなチェキじゃないかもしれないじゃん衣装のもしかしたらさ1個メイド服でさ1個はさパジャマとかだったらさ普通にメイド服の方がよくないフフフフあメイド服はももやんないけど普通に前回私うん後悔後悔素敵な歌だった後悔あ出向かな 船はまっすぐ進むようの水平線さあ未来を差しに行こうかって曲出航確かに後悔に出る君は何を後悔するのかと思った追加できないそうそうだよそうなんだよだからでもなんかちょっとなんかこそこそ名前を変えたりとかしたら別に申し込みますらしいですファンの人よこんばんはそうって感じもうちょっとほん <laughs> 本当にもう喉がやばくなってきたんでもうや終わりますごめんなさい本当にすいませんなんかもう無もう無理です私は喉が限界13位ハイシュタン12位マコさん11位ステラさん10位マピノピさん九、位ゴボマサヤキさん8位吉川さん7位タックン6位ハちゃん5位山吹さん4位ダンスさん最初2リンさん1位安部ありがとうみんなありがとう出エスチンの曲こえるえ嬉しい覚えてくれてありがとうそう頑張ります今日も少しずつやだねあり 楽しみすぎる明日会える人会おうね、まあ、明日も配信するしどうせバイバーイ